北の空に輝く七つの星をご覧ください。あれが北斗七星です。北斗七星のうち六つはすべて二等星で構成されています。その二等星たちをつなげていくと、今度は北斗七星を尻尾とした大グマサが現れます。次に、なんと、こんな感じで大丈夫ですか？大丈夫です。戻りました。あ、ゆきえさん、今日はもう上がってください。え、日曜日でしょう。そんな、わたるくん、お腹空かして待ってますよ。用意はしてきてますから。そんな、まだ小さいんだし、誰かが一緒に食べてあげないと。ほら、さっき花屋の前通りましたけど、みちるちゃん、まだ一生懸命働いてましたよ。そうですか。でも、わたるまだ帰ってないと思うんですよ。あ、そうなの？どこ遊びにでも行ってるんですか？プラネタリウムに。最近は時間があればしょっちゅう。そうだったんだ。いつから？あの頃からです。そっか、みちるちゃん好きだもんな、星。覚えてますよ、天文学者になるって言ってたの。でもあの子は逆に、あれから行かなくなっちゃいましたけどね。そっか。お先に失礼します。はい、お疲れ様です。わたる、姉ちゃん、お仕事お疲れ様。寒かったでしょう。ずっと待ってたの？まあね。どうして？別に、帰り道だったから。じゃあお母さんとこ行ったの？母ちゃんも行ったらもう帰ってた。ご飯の準備してるはずだってゴリラが言ってた。年おじさんって言いなさい。いいね。さあ、はい、帰ろう姉ちゃん。こら、ごまかさないの。さあみ。わたる、変だよね。そう？そうって、そうだよ。昔から混ぜてたとこあったけど、なんていうか最近大人になろうとしてんのかな。学校のこととか話さないし、どこを突き歩いてんのかもわかんないし。みちるもね。私？私はわかりやすいでしょ。変だよ。変？どこが？普通なところ。何それ。本当全然できないんだけど。勉強したからね。もっと勉強しとけばよかった。何その顔。あー、もう無理。試験長すぎるよ。あといくつだっけ。やっぱ露天風呂だよな。でもどうしようかな。リエナ、ん？何見てんの？サークルの。へえ、ちょっと見せてよ。いいよ。めっちゃくない？ミッション、うん、どこ行くんだよ。今見てるこれとか、あとこれとか、これとかよくない？いや、全部いけるっしょ。小学生か、うん、うちはちょっと使えないね。一生懸命頑張ります。お願いします。悪いけど、あの、気をつけて帰って。
姉ちゃん、父ちゃんは本当にもういないの？姉ちゃん、お父さんはいなくなってなんかない。え？星になったの。何それ？人はね、みんな星になるの。だからお父さんも星になったの。嘘だ。嘘じゃないよ。ゆきえさん、どうしても受け取ってくれなくて。だからみちるちゃんからさ。ねえ、聞いてる？はい。どうかな。あの、どうしてそこまで？そりゃあ俺も、あ、いや、俺はおじだし不憫だから。いや、そういうわけじゃないけど。でも、渡るくんだっているし、小遣いくらいにはなるだろう。渡るはまだ子供なんで、お金なんて。俺さ、見ちゃったんだよ。渡るがさ、いろんなお店に働かせてくれとかさ、頼んでるらしいんだ。え？それで俺も心配になっちゃって。でもほら、俺渡るに嫌われてるだろ。だからあいつすぐ逃げちまって。おい渡る、お前何やってんだ。お前金ねえのか。そういえばこいつ金欠気味じゃないか。そう、お前の父ちゃんいねえんだってな。俺がおごってやろうか。いいよ、こんなやつほっといていこうぜ。じゃあ。ごめん、俺ちょっとトイレ。あれ、みちるちゃん。あ、ミカちゃん。何してんの？いや、何してるって。てか、みちる大学辞めたっしょ。聞いたよ、あれ。ねえ、亡くなったんだって。うん、マジかわいそう。てか、こういう時なんつっていいかわかんないけど、マジ悲しいよね。なんかできることあったら言って。別に。え？できることなんて別にないから。じゃあ私仕事に戻ります。何あれ。そういや、あの子卒業式で一人だけ泣いてなかった。泣いてどうにかなるならいくらでも泣くよ。おはよう、母ちゃん。買い物？うん、牛乳切らしちゃってさ。わたる好きだもんね。うん、早く大きくなるぜ。期待してるよ。あれ、姉ちゃんは？今日お休みだからまだ寝てんじゃないかな。そっか。
ル、何してんの？え、姉ちゃん何してたの？バレちゃったか。バレちゃったかじゃないよ。どうして？お小遣いじゃ足りないの？え、何？どうしたの？お母さん、渡るが。渡る、どうしてお財布持ってるの？渡る、お金取ったんだよ。え？違う。何が違うの？プラネタリウムに行くお金が欲しかったんでしょ？小遣いじゃ足りないんでしょ？プラネタリウムにお父さんの星なんてないんだから。お父さんはね、もうどこにもいないんだよ。みちる、三人で生きていくしかないんだよ。渡る、違うよ。渡るお金取ったんじゃない。え？増えてる。さっき買い物したからちゃんと覚えてる。嘘。渡る、お小遣いこっそり返してるんだよ。私、左下にひときわ輝く大きなオレンジ色の星をご覧ください。あれは双子座の弟であるポルックスの頭。そのすぐ隣で光る大きな星は兄のカストルの頭にあたり、2つとも名前がそのまま星の名称になっています。そして実はポルックス、全天にたった21しかないとされる一等星の一つなのです。最後にその一等星を6つも使った宝石をご紹介いたしましょう。オリオン座の右足、大犬座の首、大牛座の左目、子犬座のお腹、魚舎座の抱える子ヤギの背中、そして双子座のポルックスの頭にあたる大きな星たちをつなげてみてください。それが南東の空に輝く冬の第六角形、またの名を冬のダイヤモンドです。すごい、全部覚えてるんだ。父ちゃんがここにいないことぐらい分かってるよ。ここにある星は全部作り物だもんな。でも俺は今ここにある星を早く全部覚えないといけないんだ。じゃないと本物の星空で父ちゃんを見つけられないだろう。あんなの嘘だよ。嘘じゃない、人はみんな星になるんだ。証明してみせる。俺が本当にしてやる。父ちゃんは星になったんだ。だから俺が絶対見つけて姉ちゃんに一番に会わせてやるよ。
初めからうちを手伝ってくれれば小遣いなんていくらでもあげたのにな。内緒にしたかったんですって。バレちゃったからもういいみたいだけど。なんでまた。男の子だからでしょ。まあ男は人知れず支えたいと思うもんだからな。毎度中岡屋です。ありがとう。そこ置いといて。どう、もう慣れた？まだまだ覚えなきゃいけないこといっぱいあってさ、年老いさんに怒られてばっかり。わたる今日行くの？うん、行くよ。私も行こうかな。ここさ、昔お父さんと3人で来たんだよ。本当？うん、わたるがまだ赤ちゃんの時に、星を見にね。ねえわたる、あの星ってなんて名前？え？金星のこと？違う、その横の小さく光ってるやつなんて名前？あれはなんだっけ？わかんないの？いや、わかんないっていうか、あの星は見たことない。そう。じゃあもしかしてってことは？そんな簡単に見つかんないって。もう夢がないな。ポケットの中バス